今だ。君の魂が安らかであらんこと、魂の寄る辺の海が深き冥界が穏やかであらんこと、君たちのイデアは必ず残す。それがいつか、いつかまた形を得るだろう。星を良くしなくたっていいんだ。君の生きたいという願いが、その時こそ、どうか。恨んだまま、許す必要はない。その証に、苦しみはここへ置いていくといい。次に生まれる時にはきっと、思うがまま大地と空を駆け回ってくれ。ヘルメス、14人委員会に入れ。この場所はお前には向いていない。自分がここを離れたって、誰かが選別を続ければ同じことだ。教えてくれ、星を良くするという名分は今消えた吐息よりも重いのか。やり遂げた者が死ぬというなら、いつか星が最善に至った時にどうする。よくやったと満足して死に絶えるのか。わからないんだ。アダニエルの座をつけば、今その座にいる彼が星に帰るのを肯定することになる。それが正しいことなのかわからない。こんなことで悩んでしまう自分が、人の代表として立っていいのか、わからないと。ヘルメス、怒らないで。スネールはダメ。とても苦しい。すまない。まだ選べる余地が残っているなら、少し頭を冷やして考えさせてほしい。ユトロダイウス、すまないが、案内は君に任せた。了解。好きにさせてもらうから心配ないよ。君もここに来た目的が果たせることを願ってる。私たちはひとまず12節の園に戻ろうか。この後どうするか、そこで相談しよう。そうだな。Thank you.
さて、ここが第二の区画、ゼピュロスの喝采だよ。この区画にはいくつかの保管、実験施設と観測拠点であるポイエテンオイコスがあったはずだ。そのあたりをめぐってヘルメスの仕事ぶりを。おや？オレイアスじゃないか。かわいいね。おい、また何か来たぞ。ああ、あれは新種のサメだね。先日イデアを登録したばかりのものだ。サメは海洋生物の中でも人気が高い。亜種を作ろうと挑むものが絶えなくてさ。最初はもちろん順当な考え方をされていたよ。大きさの違いだとか、異なる海域への適性を持つとかね。けれどそれにとどまらず、挑戦者たちは空飛ぶサメを作り、賢いサメを作った。頭の数を増やし、今回のあれは手足ときた。わお、すごい。まるで無意味だ。他にやるべきことを探すようにって言いたいくらいだったけど、最終的には執念を買って承認ってことに。危なかった。怪我はありませんでしたか？あら、あなたたち。ベーネス様、まさかこんなところで会えるなんて。この前、過去に14人委員会に属した者はほとんどが退任とともに星に帰っていると言っただろう。彼女はそのほとんどに含まれない稀有な例だ。かつて座にあり、それを譲った後もこうして活動している。ベーネス、前代のアゼムを務めた人物だよ。お久しぶりですね。会えて嬉しいわ、ヒトロダイウス。東大のエメトセルクも。でもあなた、また眉間のシワが深くなったのではありませんか？まだ若いのに、あまり顔をしかめてばかりではいけませんよ。あなたの後任が、ずいぶん大変、とてもやんちゃなもので。まあ、あの子は元気？相変わらずですよ。この前なんて噴火間近の火山に突撃したりして。お聞きになります？ええ、よければ後でぜひ。それから、そちらのあなたは？もしや今よりも先の時間、つまりは未来から来たのではありませんか？あなたに私の紡いだ魔法がかけられているのを感じます。けれど、そんなことをした覚えはない。となれば、かけたのは今より先の私ではないかと。ちなみに、どんな魔法なんですか？旅人のための守りです。あらゆる状況でエーテルの変質を防ぎます。
万神が何を指すのかは分かりませんが、エーテルのバランスを乱して精神干渉をするような技は確かにその魔法で防げます。心当たりがあるようですね。だからといって未来から来たなどと、いくらなんでもありえない。未来のことを、あなたのことを話してはいけない？君が帰ってくるここは、あくまで終末が起きたという歴史をたどった世界。過去で何をしたところで、悲劇をなかったことにはできない。あなたが戻る未来は変わらないけれど、私たちが別の歴史を歩む可能性があると。いいですね、それ。まだ誰も検証していない領域に挑むの、私は好きですよ。それに、どんな事実を知っていたとて、未来は訪れる瞬間までわからないものです。心配していただくことでもないかと。何より、わざわざここを訪れたのには相応の大事な理由があるのでしょう。よければ話してみてはもらえませんか？力になれることがあるかもしれません。まったく、それが本当なら、とんだ事情を隠していたものだな。私も14人委員会としてしっかり聞かせてもらうぞ。お前が何者で、どうしてここへ来たのかを。今度こそな。ひとまず落ち着ける場所に移動しましょうか。私はエルピスで働く古い知人からの依頼を受けて、数日前からここに滞在しています。この先のポイエテンオイコスに館を借りているので、そこへ向かいましょう。この出会いはきっと間違いじゃないわ。そうでなければ、こんな分かりやすい目印をつけて、過去の自分の近くに向かわせたりしません。わかりますよ。他でもなく私の考えですもの。Thank you.